BMW1 シリーズ BMW1 シリーズは、ドイツの自動車メーカー BMW が製造、販売している自動車である。1シリーズは C セグメントに属し、BMW のエントリーモデルとなっていた3、シリーズコンパクトの光景を担っている。他社の C セグメント車は、駆動方式に横置き FF を採用して、室内容積などの実用面を重視しているのに対し、初代、 二代目の1シリーズは FR を採用し、フロントアクスルとリアアクスルへの荷重をほぼ50、50の均等に配分することにこだわり、走行性能を追求しているところが特徴である。また、これは、同社全シリーズ一貫した姿勢であり、駆け抜ける喜びを世界共通のキャッチフレーズとしている。三代目は、ミニアにシリーズツアラーで培われた技術をすべて、 活用した FF で開発され2019年に販売が開始された。CS1 コンセプト 116i は 1.6L 直列4気筒エンジン、118i、120i は 2.0L 直列4気筒エンジンを搭載し、6速 AT が組み合わされている。生産はドイツのレイゲンスブルク工場で、日本仕様はすべてミニハンドル仕様のみ。 キドニーグリルが大きくなり、ホグランプ形状も丸型から四角形に変更。それに伴い、フロントバンパー開口部も変更されている。120i、118i には、新開発の直列4気筒エンジンが搭載された。BMW120i カブリオレ BMW135i クーペ BMW118。 アイディア BMW118D リア2011年6月5日に発表。欧州市場では同年秋から販売を開始した。ボディは当初は5ドアのみで、ガソリン車は 116i と 118i、ディーゼル車は 116D、118D、120D があり、それぞれに標準、スポーツライン、アーバンラインの3タイプが用意される。 2012年5月には3ドアバージョンと 114iM135i を追加。3ドアのモデルコードは K21。また、中国先売のセダンタイプも存在する。2011年9月22日から日本での販売が始まる。ガソリン車の 116i と 120i があり、それぞれ標準、スポーツ、スタイルの3タイプが用意される。 これら3タイプは外観、内装、装備内容が異なる。2012年8月1日から M135i の日本での販売が始まる。M135i は M パフォーマンスオートモバイルズの日本における最初のモデルとなる。なお、先代にあったクーペ及びカブリオレは2シリーズとして登場することから用意されない。2015年にはフェースリフトが施され、 フロント及びリアの衣装が改良されたほか、新開発の直列3気筒エンジンを搭載したモデルが追加された。日本向けには2015年5月14日にフェイスリフトモデルの発表が行われた。118i、120i、M135i の3モデルが用意された。当初、118i はフェイスリフト前の 116i と同じ4。 気筒エンジンを搭載していたが、2015年8月24日に 118i のエンジンを3気筒エンジンに切り替えることが発表された。2016年5月、日本市場にディーゼルエンジン搭載モデル 118d が追加投入された。2017年8月23日、日本仕用マイナーチェンジ。内装よりモダンで洗練されたデザインに一新。 ハイグロスブラックを使用した新デザインのセンターコンソールや新作のインストルメントパネルを採用しトリムに上質なクロームメッキ加色を追加している新デザインのグローブボックスやセンターコンソールを採用してその周辺パネルの継ぎ目を最小限に抑える装備面においてはユーザーの利便性を向上させるためタッチパネルに対応したコントロールディスプレイを採用した また、HDD ナビゲーションシステムのメニュー画面が、先行しているがシリーズ同様により見やすく、操作しやすい表示へ改良されている。M135i、M140i に関しては、ランフラットタイヤではない。2019年5月27日、ミュンヘンで開催された、BMW グループネクストジェンプレゼンテーション、プラットフォームにて、ワールドプレミア。同年9月に、 日本を含めた複数の市場で発売を開始すると発表された。東大では走りと空間効率を高次元で両立させるため、2代目まで採用された FR から一転してシリーズ初となる FF を採用した。同時にプラットフォームはミニアにシリーズアクティブツアラー、グランツアラー等で採用済みのユクルをさらに消化させた新開発のファーを採用。 サイズは、全長 X 全幅 X 全高イコール 4355X1800X1465mm と先代比でそれぞれマイナス 5mm、プラス 35mm、プラス 25mm 変更されている。ありがとうございます。